五箇所城址で南伊勢町ゆかりの剣豪愛水公祭を偲ぶ剣祖祭が行われ、関東や九州をはじめ海外出身者など全国からおよそ120名の剣士が参加しました。真剣を使っての演武や試し切り、木刀での組み立ちを披露しました。この祭りは地元五箇所浦の愛須市剣商会や剣祖祭実行委員が中心となり行われています。戦国時代愛須影流という剣道の源流を作ったとされる五箇所浦出身の愛水公祭の功績を称えるもので、今年で34回目の開催となります。剣術だけでなく槍術、棒術の演武を披露する参加者もおり、愛須影流が広く慕われていることがうかがえます。大勢の来場者が息を呑んで見守る中、真剣が空を切り、剣士たちの気合のこもった掛け声が響き渡っていました。演武の後、少年剣士による野試合として風船割りが行われました。お互いの風船を狙ってものすごい勢いで竹刀を振る姿が見られ、来場者もその迫力に圧倒されていました。はい、5対4で赤の勝ちでした。五箇所城址での催しが終わった後は、愛須の館でお寿司や竹の器に盛られたそうめんが振る舞われました。来場者は普段とは違う雰囲気で食べる昼食を楽しんでいる様子でした。午後からは少年剣道大会が愛須の館剣道場で行われ、大人顔負けの白熱した試合が行われていました。